はい、こんにちは。今日は、うちのオリジナルソファーですね、SO01 ソファーについてご紹介させていただきます。こちらの方の商品なんですけども、SO01 フローティングソファーと、名前を付けているんですけども、こちらの方ですね、まあ、見た感じの通り、下抜けていて、あと真ん中も抜けてて、高さもちょっと、これ高さ65センチと。普通のソファーだと70、80とあるところで、こちらの方65センチと高さも抑えているので、まあ、見た目的にちょっと浮いているような感じの、由来でフローティングソファーということで、名前を付けております。はい、で、こちらの方の商品なんですけども、まず最初のバリエーションとしては、これ今、私が座っているこちらですね。こちらの方は180センチの3人掛けのソファーと、あと、ちょっと見えますかね。こっちの方は、160センチは 2.5 人掛けのソファ。あとはちょっと今展示ないんですけれども、幅80センチの1人掛け、背もたれも同じようについている、1掛けのソファと、あとは、よいしょ。こちらですね、その1人掛けの背もたれがないバージョンみたいな感じのオットマンという感じの、バリエーションなんです。あとは、こちらですね、ちょっと背もたれがない形での、奥行き60とちょっとコンパクトな感じで横長のベンチのタイプ、こちらの方が180、160とサイズが、5位のある感じです。で、ちょっとこっちに戻る と、まずフレームの色、こちらの方の色、こちらの3人掛けの方はシルバーの、足の色と、あとこちら 2.5 人掛けの方はまあ、ちょっと似た感じ、黒に近いんですけども、一応焦げ茶色の足の2色からお選びいただけます。選ぶ生地に合わせてシルバーもしくは、ダークブラウンの色をお選びいただいて、ご注文いただければ、こちらの方は値段変わるで対応させていただきます。で、あとクッションなんですけども、ちょっとこれ今フェザーのタイプのクッションです。で、去年までは去年の10月にちょっと変更になったんですけども、去年のまでは、バータンのタイプのもうちょっとしっかりした感じのクッションだったんですけども、もうちょっと気持ちよく包み込まれるようにちょっと座っていただきたいという、ちょっと改良があって、ちょっと私座りますね。ちょっと横から見ていただくとちょっと分かりやすいんですけど、よいしょ。結構こうやって気持ちよく、包み込んでくれるような感じのフェザーの、クッションになっています。なのでこれ1個つけるだけで、これある時と、まあ、ない時っていうと、やっぱりあった方が気持ちよく包み込んでくれるので、こちらの方一緒にセットで買っていただくとすごくいいと思います。で、前までは、セクッションにしたり、まあ、枕にしたり全部兼用でっていう感じだったんですけども、逆にそれも半端なので分けて、こちらの方にちょっと小さいサイズのクッションあります。まあ、これはもう本当にまさに頭ゴロッとしていただいたりとか、あとまあアーム代わりにしたりとか、まあ、ちょっと固めなので、ちょっと固めで背もたれカシッとしたよという方は、これ使われる方もいらっしゃいます。でもこの辺は、まあ、お好みに合わせてお好きな方で使ってください。ちょっと私の方でごめんなさい、ご説明1個漏れたんですけれども、3人掛けの方は座面は180なんですけども、背もたれは160です。なのでここの部分、隙間が10センチ、左右に10センチ、なんでちょっと、背の方がちょっとちっちゃくなっているような感じのバランス、台形みたいな形のバランスなんですけれども、こちらの 2.5 人掛け、こちらの方は座面が160センチに対して背も160センチと、なんでここがまっすぐな感じになってます。で、一人掛けも同じですね、座面が180センチに対して背もたれ80という形で、なってます。そこだけちょっと確認して、注文してください。お客様によってちょっと180だとちょっとちっちゃいんで、160に一人掛け足して、大きくして使いたいよなんていう方もいらっしゃったりするんですけども、180に一人掛け足すとちょっとここ隙間空いちゃうので、ちょっとかっこ悪い感じになっちゃうので、その辺はちょっと確認してから、注文してください。あとは、まあ、背もたれなくても、
ちょっとこのオットマンですね、これを結構うまく使ってあげるとすごく有効にこのソファー使えたりしますので、まあ足伸ばした時にやっぱりちょっと180度大きい方だと足飛び出ちゃうので、まあちょっとプラス延長する形でオットマンを横に置いておくとか、あとお客様、あ、ちょっとごめんなさい、よいしょ、これを例えば前に持ってきて、よいしょ、いただければ足伸ばしてカウチの形で座っていただいたり、でも横の人は緊張普通に座れて、結構3人抜きのソファーって旦那さんゴロッと寝ちゃうともうソファーもうそれ一人で終わっちゃうってこともありますけども、オットマンがあればこれ前伸ばしてあの旦那さんゴロッと座って奥さんも座る、あとはお客様来た時とかは、このスツールをちょっと対面に移動して、まあ自分たちはちょっとこっちに座ってお客さんにはこっち座ってもらうみたいなこともできるので、バリエーションそんなたくさんあるわけじゃないですけども、いろんな形で、お使いいただける感じのソファー、あと、まあ、プラスアルファ足していただけるというのもできるかなと思います。で今度生地の方なんですけども、こちらですね、こちらの方のソファーは一応生地いろいろ選べます。でまずスタンダードの生地、まあ、この生地何っていうと、まあ、いろんな、素材のもの、ウールのものから普通の化繊のものとかいろいろあるんですけども、こちらの方の生地は国内の方のメーカーさんの方で、ご用意している生地の中からちょっとうちがセレクトして、ご用意しているあのスタンダードの生地になってます。で次が、このウルトラスエードですね。こちらは、トーレさんが、作っている、人工スエード、ウルトラスエードっていう名前の人工スエードですね。こちらの方を、ご用意させていただいております。こちら少し機能感があるんですけども、オールシーズンあのすごく使いやすい生地だったりするので、まあ、うちの中でもすごく一番人気で、ちょっと前に出たのがこのウルトラスエードヌーですね。こちら何っていうと、これの上にもうワン工程コーティングかけてるんですけども、ちょっと見にくいかもしれないですけど、ちょっとなんですけど光沢が少し出てる感じなので、こっちは少し起毛してるんですけど、こっちはちょっとツルツルとした感じの生地になってますので、なんでこちらの方は、だいぶ、どっちかっていうと革欲しいけどちょっとお手入れ面倒だなとかいう方は結構ウルトラスエードヌー買われる方は多いです。生地も、11色とか、ちょっとそのたくさんはないですけどもお選びいただいて、長くお使いいただける生地になってます。おすすめです。で、その次がクバドラ、デンマークの、クバドラ社の方から、ご用意させていただいている生地、こちらもたくさんある中から、セレクトして、ご用意させていただいております。クバドラは本当に世界中の、インテリア、家具の、メーカーさんが、針地で使われるような生地で、すごくしっかりとした生地になっていますので、こちらも少しちょっと価格上がりますけれども、ぐっと上がりますけれども、おすすめの生地です。で最後が、まあ、革ですね。革の方もご用意しております。でこの残り、あ、この他の3つは、カバーリングのタイプなんですけども、レザーだけはどうしても革ってどうしても貼った後でも伸縮するので、伸縮するので、張り込みの状態になってますね。それだけちょっとご注意ください。はい、であとごめんなさい、さっきちょっとお伝え忘れた、ところなんですけども、一応、うちのソファー、ちょっと仮組のものに関しては、全部カバーリングになっております。で、下はこういった感じで、簡単にマジックテープで剥がせる感じになっております。なので、これでバラバラっと剥がして、ビリビリっと剥がして、全部うちの生地はですね、ドライクリーニングで洗える生地になっておりますので、まあ、汚れたりしたら、ドライクリーニングで洗ってっていう感じですね。で、下の部分は、ちょっと見えないと思うんですけども、チャックで、よいしょ、よいしょ、チャックで外していただいて、これもカバーリングになってます。なので、これもあの外して同じようにドライクリーニングで洗える感じになっておりますので、で届いたら、またチャックで。で、うちのその生地もですね、結構、この辺のウルトラセードヌーだったり、ウルトラセードに関しては、あの水洗いしても大丈夫なぐらいあの縮まない生地とか、なんですけども、ちょっとやっぱりなんかよれたりとかいうこともあったりしてかけられないということもあるので、ちょっと基本的にうちの方は、ドライクリーニングでのみ、洗っていただきますよという形になっておりますので、ご了承ください。で、あと、
この商品ですね、あの SO01、SO11、あと1、あと同じで、こちらの商品は、宮城県の方の、うちの経験をしている、工場の方で作っていただいてますので、だいたい40日からまあ1ヶ月半ぐらいまでの間でちょっとご用意させていただいて、ちょっと忙しい時だと少し時間かかりますけれども、まあ、1ヶ月か1ヶ月半ぐらいの間で、その都度制作してお届け、提案させていただいてますので、ちょっとそんな感じですね。はい、でこちらの方の商品、01ソファーなんですけども、今現状は、今、ここ、センプレホームでちょっとあの撮影させていただいてるんですけども、あと、池袋の方は180センチかな、が展示あります。銀座の方も確か3人掛けの180センチの方が展示ありますので、各店舗でも見ていただいて、ちょっと確認していただけるかなと思いますので、あのぜひちょっとお時間の時に足を運んで、見ていただければと思います。よろしくお願いします。